皆さん、よく聞いてください。大量のラプチャーの軍団が突如アークの入り口に向かって進撃を始めました。はい。この時を狙ったかのようだな。数は？合計4つの大部隊で構成されています。4大隊。防衛戦は？ほんの少しの時間稼ぎになるだけです。圧倒的な量ですので、いい結果を期待することは難しいでしょう。そしてコードネームアナキオールがラプチャー部隊に同行しているそうです。やつか。明らかに狙っていますね。はい、リリスと指揮官の不在時を狙った攻撃としか考えられません。どうやって不在を知ったのかは不明ですが、もしかすると本能的にわかるのかもしれません。指揮官とリリスはいつ合流できますか？現在連絡がつかない状態です。緊急連絡を続けていますが反応がありません。最悪の場合、首脳部がやられた可能性もあるな。はい。では私たちの対応は？こちらから攻撃を仕掛けます。こちらからか。この付近での戦闘は危険すぎます。主要な施設ばかりですから。ですので私たちは進行中のラプチャー部隊に向かって攻撃、アーク入り口への接近を阻止します。気に入った。私たち以外の戦力は？駐屯中の量産型部隊が全て合流します。その他にも動員できる全ての戦力が投入される予定です。あの、ここを空にするのは危険では？あちらにその気がないようです。つまり一直線に進撃してきてるんですか？他の動きはなく？はい、真っ向勝負を仕掛けてきたということでしょう。それだけ数に余裕がありながら真っ向勝負とは馬鹿げた話だ。まあ我々の勝手な解釈ですから。目標は当然アークの入り口でしょう。では皆さん準備を。すぐに出撃します。勝算はあるのかい？何をおっしゃってるんですか。当然勝利しますよ。終わりがありませんね。多すぎます。補給が必要です。弾薬が。ここで進撃を止めれば防衛線をまた一つ譲ることになります。補給部隊をこちらに呼びますので進軍を続けましょう。補給部隊の戦闘力は高くありません。途中で迎撃されてしまうでしょう。今は少し後退してでも補給をした方が。君たちは補給をしてきたまえ。私は進もう。そろそろ体がほぐれてきたところだ。やっと実力を発揮。わかりました。一旦交代し補給を。前方ラプチャー多数。何でしょうあの数は。後方に待機していた部隊が投入されたようですね。このまま突破する算段でしょう。どうすれば。あれほどの兵力で押されればアークの入り口まであっという間です。ここで食い止めなければ。皆さんできますね。無論。ゴッデス部隊できますね。はい、できます。はい、やってみます。では行きましょう。